皆さんこんにちは、かっちゃんです。ピジャということで、今日は先日ホットプレートを使ってミラノ風ドリアを作ったんですけど、最近ピザで人気のチェーン店といったらドミノピザがすごく人気があるかなと思うんですけど、結構お肉系が多かったので大好きなエビをたっぷり使いながらホットプレートでドミノピザ風エビマヨネーズピザを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。強力粉 150g をボウルに加え、片方にくぼみを作り、くぼみの反対に塩 1g、 くぼみに砂糖 5g、 ドライイースト 2g、 ところ程度に温めたぬるま湯 95g をドライイーストにかけて加え、菜箸などを使い混ぜていきます。ある程度混ぜ合わせたら材料をまとめこねていきます。材料がまとまり滑らかになってきたら、オリーブオイル 5g を加え、オイルを練り込みながらこねていきます。では今5分から10分ほどこねて全体が滑らかになったら、丸めて閉じ目を下にしてボウルに入れ、ラップをして温かい場所で1時間発酵していきます。はい、では生地を発酵している間にトッピングの具材を準備していきます。玉ねぎ6分の1個の皮を剥いてみじん切りし、カットトマト缶 150g と一緒に耐熱容器に入れ、ニンニク1かけをすりおろし、オリーブオイル小さじ2、塩小さじ3分の1、乾燥バジル少々を加え、全体を混ぜたらラップをして、600ワットの電子レンジで2分30秒加熱したら、フォークでトマトなどを潰しながら全体を混ぜ、ピザソースを作っておきます。自然解凍した冷凍むきエビを半分に薄切りし、このように背わたが残っているものや残ってないものがあるので、背わたが残っている場合は背わたをきれいに取っておいてください。ピーマンを半分に切って短い方向に細切りしたら、温めたホットプレートにオリーブオイル小さじ1を加え、エビとピーマンを炒めていきます。塩コショウ少々で下味をつけておいてください。では炒め終えて火が通ったら一旦取り出しておきます。では発酵している間にエビとピーマンは火を通しておいてください。では今一次発酵をして生地が2倍程度に膨らんだので、生地を取り出し拳で押さえながらガスを抜いたら、丸めてラップをして10分休ませ、生地を10分休ませたら、では長方形に伸ばしていくので、まず中心から少し余白を残すような感じで伸ばしたら、今度は反対の方向に伸ばしていきます。ではこっちも余白を残したら、今度少し長めに長方形になるようにしっかりと伸ばしていきます。はい、ではもう一度反対の方向に生地を伸ばしていきます。では今度こうですね、ちょっと見にくくてすいません、対角に広げるような感じで少しずつ伸ばして長方形にしていきます。生地を長方形に伸ばしたら、ホットプレートに生地を入れていきます。ホットプレートに生地を入れたら弱火にして、そこに焼き色がついてくるまで焼いていきます。そこに焼き色がついたら裏返していきます。では生地を裏返したら火を消して、上にピザソースを塗っていきます。ピザソースを塗ったら、炒めておいたピーマンを全体に散らしていきます。ピーマンをのせたらホールコーンを全体に散らしていきます。
乗せたらミックスチーズを上に乗せるんですけど、弱い火でも溶けやすいように今回細切りのミックスチーズを使っていきます。では全体にミックスチーズを散らしていきます。おーチーズ。チーズを乗せたら上に炒めておいたエビを乗せていきます。エビを乗せたら全体にマヨネーズをかけていきます。マヨネーズをかけたら火を弱火にして蓋をして焦げないように様子を見ながら弱火でチーズを溶かしていきます。はい、ではチーズが溶けたら、あとバーナーがある場合はお好みでマヨネーズとチーズを炙りながら食べてみてください。はい、ではこんな感じでホットプレートであのお店の味、ホットプレートエビマヨピザの完成です。こんな感じにできました。はい、では今回はホットプレートを使いながらドミノピザ風エビマヨネーズピザを作ってみました。それでは本日は冬のあまおうチューハイで乾杯。乾杯。くー、ストロベリッシュ。じゃあ早速いただきましょう。東海地方ってあんまりピザ屋さんがなくって、青キズピザが多いんですけど、最近ね、ドミノピザさんすごくたくさんできてきて、この間ね、ちょっとこのエビマヨ食べたんですけど、すごく美味しかったので作ってみました。いいとこー。いただきます。うん。ドミドミ。うん、ドミノピザさんのピザ生地ってレギュラーのものだと結構ふわっともちっと美味しいピザ生地だと思うんですけど、強力粉だけでしっかりと発酵させることでふわっともちっとした生地に仕上がって、ホットプレートで焼き上げることによってちょっと底の部分がカリッとするので、ふわっともちっとしながらもこの焼き目の部分がカリッとしたようなすごく美味しい生地に仕上がります。の部分は市販のピザソースとかよりもどっちかというとこう本当混じりっ気のないトマトソースというか、すごくトマトの味が強いピザソースなので、買ったトマト缶を使って、あとは玉ねぎと少しの少量ですごく美味しいトマトピザソースに仕上がってます。で、具材は本当すごくシンプルに、たっぷりのコーンとピーマンを乗せながらプリプリのエビがすごく美味しいピザになってます。これまたいいとこ。うん、上に乗せるミックスチーズはできるだけ細切りのものだと溶けやすいので、細切りのミックスチーズをたっぷり乗せながら、とろっととろけたチーズと上にたっぷりかけたマヨネーズがエビにもすごくよく合ってます。で、バーナーがある場合は少し上から炙ってあげると、ほんとマヨネーズの部分とかすごく炙ると美味しいので、少し炙って焦げ目をつけながらぜひ食べてみてください。今回エビも冷凍のむけエビ使ったりとか、家にあるようなものでデリバリーピザって結構ね値段するんですけど、自宅で作るとすごくお手頃に、ホットプレートでこう大きいサイズに作っても自宅でも手頃にすごく美味しく作れると思います。うん。ということで今日はホットプレートでドミノピザ風エビマヨネーズピザを作ってみた動画でした。ふっくらもちっとしながらもホットプレートで焼くことで、底の部分がカリッとしたようなピザ生地と、たっぷりの具材ととろっととろけたチーズやマヨネーズがすごく美味しいレシピだと思います。ホットプレートで作ると本当大人数で集まった時なんかにすごくワイワイ美味しく食べられるレシピだと思いますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイエビー。照り焼きチキンと最高に迷った。